牛は、哺乳孔鯨玉、ひずめめ牛しか牛かの動物である。野生のオーロックスが家畜化されて生まれた。牛は、競技では特にエチク種の牛を指す。一方、やや講義では、牛族を指し、そこには番店などの野生牛が含まれる。さらに講義では、牛やかの総称である。すなわち、アフリカ水牛族、アジア水牛族、牛族。 バイソン族などを指す。これらは、牛と認められる共通の体型と特徴を持つ大きな胴体。短い首と一体の角胴体と比べて、短めの足。軽快さの乏しい、比較的鈍重な動きである。牛と比較的近縁の動物としては、同じ牛やも。や目にキリン類やシカ類、また同じ牛科の仲間としてヤギ、羊、霊様などがあるが。 これらが、牛と混同されることは、まずない。以下ではこのうち、家畜牛について解説する。牛は、伝統的には、牛肉食文化が存在しなかった地域においては、例えば漢字文化圏における、牛内市十二市の配分である、牛のように、単一語で総称されてきた。これに対し、古くから牛肉食や落農を目的とする、 家畜としての飼育文化や放牧が長く行われてきた西洋地域においては牛の諸条件によって多種多様な故障を持つ傾向があるインターネットの世界的普及などによる情報革命が起き指揮タス社会の黎明期ともなった21世紀初期には欧米由来の食文化のグローバル化も進展し宗教的理由から牛肉食がタブーとされている地域を除いては 牛肉食文化の世界的拡散が顕著である。特に商業畜産的要因から、現代の畜産、肥育、流通現場においては、世界各地で細分化された名称が用いられる傾向がある。日本語における年齢を基準とした、呼び分けは牛においても、一般的用法と変わりなく、つまり、人間や他の動植物と、同じく、年少、幼牛若牛生牛、 老牛、年長という呼び分けがあるが、体系的に用いられるわけではない。一方、畜養、医療、加工、流通、管理、研究等々諸分野の専門用語として、通用語と全く異なる語が用いられていることもある。また、親牛、子牛という本来は、親と子の関係を表していた名称は、一般、専門ともによく用いられる。 畜産業界ないし肥育業界ないし牛肉産品を流通販売する業界などにおいてはさらに多様に表現されている日本の東北地方では牛をべこと呼ぶ牛の鳴き声に子をつけたことによる地方によってはべご、べごっことも呼ぶ柳田国夫によれば日本語ではお牛がことひ、め牛がおなめであったまた 九州の一部では獅子すなわち食肉とされていたらしく、多児死と呼ばれていた。牛の糸蝶。国立科学博物館の展示。牛は、半数動物である。半数動物とは半数する動物のことであるが、そもそも、半数とは、一度飲み下して消化器系に送り込んだ、食物を口の中に戻して咀嚼し直し、再び飲み込むことを言う。 このような食物摂取の方法を取ることで栄養の吸収効率を格段に上げる方向へ進化し、その有利性から生態系の中で大成功を収めて、世界中に拡散した動物群が半数動物であった。多様に見えて、その実、単系統群である。そのような半数動物の中でも、牛が属する、牛科はとりわけ進化の度合いが深まった。 分類群の一つであり、牛の仲間は勢力的にも代表格と言える。彼らは人に飼われて増えたのも確かではあるが、もともと自然の状態で生態上の大勢力であった。半数動物の進化が牛科のレベルまで深まる以前に勢力を誇っていたのは馬に代表されるキヒズメ類であり、牛科は栄養吸収効率の大きな差を生かして、 聞き詰めるよ、隅に押しやり分布を広めた。そのことは、地質学的知見で証明可能である。家畜としても比較されることの多い牛と馬であるが、同じ質と量の餌を与えた場合、栄養面で、報いが大きいのは、間違いなく牛であるということもできる。半数動物の備えるよ、半数位といい、豆鹿のような原始的な種を除き、 牛を含むほとんどの半数動物が4つの胃を備える。ただし実際には、胃液を分泌する本来の意味での胃は、第4位の、シュワイギアラのみであり、それより、高校に近い、善意と総称される、消化器系、第1位、小ブイミノ、第2位、ハチスイ水、ハチの巣、第3位、十便胃千枚は、食道が変化したものである。ここを強制微生物の住まう。 植物繊維発酵層に変えることで、半数は極めて効果的な消化吸収システムになった。牛の場合、この繊維に草の繊維を分解する、細菌類及び繊毛虫類をはじめとする微生物を大量に浄在させ、繊維を吸収可能な状態に変えさせ、収穫するようにそれを吸収するという方法で草を食べている。 全異の微生物を生じていない常在微生物層、などというが、牛はこれら微生物の増えすぎた分も、動物性タンパク質として、消化、吸収し、栄養に変えている。牛の未来は2万5千個で未来が5千個の人の5倍を、有する。牛は、毒物で、半数異の微生物が死なないように味覚で食べる草を、より分けている。牛の歯は、 お牛の場合は上顎に12本、下顎に20本で、上顎の摂取はない。そのため、草を食べる時には長い舌で巻き取って、口に運ぶ。鼻には、個体ごとに異なる、微紋があり、個体の識別に利用される。家畜である牛は、畜牛といい、その体を、食用や、工業用などと多岐にわたって利用される。 肉を得ることを主目的として使用される牛を肉牛と言うが、肉牛ばかりが食用になるわけでもない。牛の肉を日本語では牛肉と言う。子牛肉以外は外来語でビーフとも言う。家畜の内臓は畜産副産物の一つという扱いになる。日本では持つあるいはホルモンと呼んで食用にする。世界には食用でなくとも、 内臓を様々に利用する文化がある。子牛肉、子牛肉は特に区別されていて、月齢によって、ビール、カーフと呼び分ける。牛の油肉を食用に生成した脂肪は牛脂、もしくは、ヘッドという。牛の骨すなわち牛骨は、加工食品の原料や、料理の食材になるほか、肥料や肉皮にも利用できる。ただ、ヒンドゥー教では、 牛の命の消費全般をタブーとしているため、牛に川もまた、その宗教権及び信仰者においては絵画をはじめと、する物品の一切に用いるべきでないものとされている。牛の骨油である牛骨油は、食用と工業用に回される。工業用牛骨油の、主な用途は、石鹸とろうそくである。牛の皮膚すなわち牛皮は、なめしの工程を経て牛皮に加工され、 衣服、武具、鞄など、収納道具、装飾品、調度品、その他の材料になる。ここでも子牛は特に区別されており、比較の材料としての子牛、および、その比較を、子牛と同じ語で持って、カーフと呼ぶ。牛乳や、その加工品を得ることを主目的として使用される牛は、乳牛という。牛糞は、肥料として広く利用されるほか、燃料や、 建築材料として利用する地域も少なくない。牛の牧場刺激動物としての牛は、液牛といい、古来広く利用されてきた。農耕用と直接の常用も含む人を呼び、物品の運搬用の動力としての利用が主である。農耕のための牛は、耕牛という。運搬用というのは主に牛車用であるが、古来、中国などではそれに限らない。 痩せた土地に家畜を放し、よそから運び込んだ自然の飼料で使用することによって土壌改良を図る方法があり、体格が大きく餌の摂取量も排泄量も多い牛は、このような目的を持った放牧にうってつけの家畜でもある。牛を娯楽に利用する文化は世界を見渡せば散見される。牛同士を戦わせるのはアジアの一部の国、地域における伝統的娯楽で、 これを闘牛という。暴れ牛と剣士を戦わせるのは、西豪都王国に始まり、イベリア半島を中心に、伝統的に行われてきた、ブラッドスポーツの一種で、これも日本語では、闘牛という。暴れ牛と戦う剣士を、闘牛士というが、対等の戦いではなく、絶対的有利な立場にある剣士が華麗並みのこなしと、殺しを披露する見せ物である。 18世紀頃のイギリスでは、お牛と犬を戦わせる見せ物として、牛いじめが流行し、お牛と戦う、用品種改良された犬、すなわち、ブルドッグが、現在のブルドッグの原型として登場した。このブラッドスポーツは残酷だとして1835年に、禁止され、姿を消している。危険な暴れ牛や暴れ馬の背に乗って見せるのは、来た。 アメリカで発祥したロデオで競技化しており、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、及び南アメリカのいくつかの国で盛んに工業が打たれている。農耕を助ける貴重な労働力である牛を殺して神に備える犠牲獣とし、そこから転じて牛そのものを神聖な生き物として、崇敬することは、古代より長くにわたって、広範な地域で続けられてきた信仰である。 現在の例として、インドの特にヒンドゥー教徒の間で、牛が神聖な生き物として敬われ、食のタブーとして肉食されることのないことは、よく知られている。インダス文明でも牛が、神聖視されていた可能性があり、インド社会におけるかかる概念の永続性は、驚くべきものがある。また、興奮した牛の群れにあえて追われるスペインなど、ラテン文化圏の祭事、エンシエロ、 聖なる牛の群れに踏まれることでその年の幸運を得ようとするムガル帝国時代より続くヒンドゥー教の祭事、ゲイガウリなど過激な伝統行事も世界にはある。家畜としての牛は肉牛と乳牛に分けられる。また、ヨーロッパに多い乳肉兼用種というのもある乳牛を三小肉用牛には三種の区分があり、それぞれ肉専用種、乳用種、交雑種と呼ばれている。 肥育牛繁殖農家で生まれた子牛は、250から3 0 0ラムになる10ヶ月年から12ヶ月年まで育成され、数種市場に出荷され、肥育農家に競り落とされる。競り落とされた数種は、肥育農家まで運ばれるが、長距離になると、輸送の疲れで1 0ラム以上痩せてしまうこともある。その後、肥育牛として肥育される。飼育方法は、つなぎ式。 放牧方式などがあるが、日本では数頭ずつをまとめて牛舎に入れる、軍外方式が一般的である。運動不足による関節炎の予防やひずめの正常な状態を保つために必要な放牧または運動場への放し飼いを行わない農家が多く、そのため一年に一から二回程度の策定を実施している農家が多い。皮育前期は、 牛の内臓と骨格の成長に気をつけ、良質の荒ら料を給仕される。肥育中期から後期にかけては、高カロリーの濃厚飼料を給仕され、筋肉の中に脂肪をつけられる。肉用牛は、生後2年半から3年、体重が7 0 0ラム前後で出荷され、土殺される。繁殖用として優れた、脂質、血統を持つメ牛が選ばれる。 繁殖用として飼育されるメウシは、生後14ヶ月から16ヶ月で、初めての人工受精が行われ、約10ヶ月で分娩する。経済効率を上げるため、1年1産を目標に、分娩後、約80日程度で次の人工受精が行われる。8産以上となると、生まれた子牛の市場価格が低くなり、 また繁殖用メ牛の計算牛の肉としての価格も低くなる場合があるため標準的には6から83で廃用となり土殺される。また、受胎率が悪い、生まれた子牛の発育が悪いなどの繁殖用メ牛は経済効率が低いため早めに廃用される。牛は飼料の確保や社会的順位の確立等のため他の牛に対し、 角を用いて争うことがある。そのため牛舎内での高密度の群外では、怪我が発生しやすく、肉質の低下につながることもある。また管理者が死傷することを防止するためにも有効な手段と考えられている。日本では、肉牛の59.5%、乳牛の85.5%が除核されている。 除角は激痛を伴い牛への負担が大きく、ショック死する例も報告されているが、麻酔を使用する農家は、肉牛で17.3%、乳牛で14%と低い。除角の方法は、腐食性軟膏や断角器、焼きごて、のこぎり、頭蓋骨から角をえぐり取る、除角スプーンなどを使う。農水省が普及に努めている。 アニマルウェルフェアの考え方に対応した使用管理指針では肉牛、乳牛ともに除角によるストレスが少ないと言われている焼きごてでの実施が可能な角が未発達な時期に実施することが推奨される。だが実際には乳牛では45%、肉牛では85%が3ヶ月年以上で除角されている。 勢生お牛を去勢しないで肥育した場合、キメが荒くて硬く、消費者に好まれない牛肉に仕上がる。また、去勢しないお牛を軍害すると、牛同士の闘争が激しくなり、怪我が発生しやすく肉質の低下にもつながる。こういった理由から、肉用に飼育されるオスは、一般的に去勢される。去勢の方法は、陰嚢を切開して、製作と血管を何度かひねりながら、 引いてちぎる完結虚勢法、皮膚の上からバルザックやゴムリングを用いて座滅、えしさせる無血虚勢法が一般的で特別な場合を除いて麻酔は行われない。日本も加盟する OIE の肉用牛の動物服式薬には3ヶ月年より前に実施することが推奨されているが、日本の肉牛の90.9%は3ヶ月。 以上で虚勢されている。完結虚勢では、術中や術後の消毒不足や色量等が傷口に入ることで、可能や肉芽種の形成等が見られることがある。鼻缶鼻缶による痛みを利用することで、牛の移動をスムーズにさせ、調教しやすくできる。日本の肉牛農家では76.1%で、鼻缶の装着が行われている。鼻缶同士で麻酔は使用されない。 農水省が普及に努めているアニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の使用管理指針は鼻管の装着について牛へのストレスを極力減らし可能な限り苦痛を生じさせないよう素早く適切な位置に装着することとしている舌を口の外へ長く出したり左右に動かしたり丸めたりさらには柵や空の階層などを舐める動作を 持続的に行うことを指す。嵐量の不足、軽流端子などの行動抑制が要因とされており、そのストレスから逃れるために、この行動が発現する。下遊び行動中は、心拍数が低下することが認められている。また生産サイクルを上げるために、生まれて、すぐに、母牛から離されることも下遊びの要因とされている。子牛は、 自然哺乳の場合1時間に6000回母牛の乳頭を吸うと言われている。その半分は単なるおしゃぶりに過ぎないが、子牛の精神の安定に大きな意味を持つ。子牛は母牛の乳頭に吸い付きたいという強い欲求を持っているが、それが満たされないため、子牛は乳頭に似たものに向かっていく。生牛になっても満たされなかった欲求が葛藤行動として下遊びに現れる。 実態調査では、種付け用黒毛和牛のお牛の100%、ドーホルスタイン種のお牛の6%、食肉用に肥育されている巨生黒毛和牛のお牛の76%、黒毛和牛のメウの89%、ホルスタイン種の17%でした遊び行動が認められたとある。 霜降り肉を作るためには筋肉繊維の中へ脂肪を交雑させるという通常ではない状態を作り出さなければならない。そのため脂肪細胞の増殖を抑える働きのあるビタミン A の給与制限が行われる。ビタミン A が欠乏すると牛に様々な病気を引き起こす。ビタミン A 欠乏が慢性的に続くと光の情報を視神経に伝えるロドプシンという 物質が機能しなくなり、重度になると、動向が開いていき、失明に至るため、ビタミン A 欠乏の兆候が現れた場合カロテンを含んだ飼料やビタミン剤の投与でこれを補う必要がある。稀なケースであるが、牧場内に紅葉樹があり、どんぐりが採取できる環境にあると、どんぐりの成分であるポリフェノールを過剰摂取してしまい、中毒死することがある。 米国種テキサスロングホーン世界に生息する牛のうち家畜として飼育されている頭数に関しては国際連合食糧農業機関による毎年の調査結果が1990年以降公表されている。統計には一般的な牛のほかコブ牛、ガウルなどのアジア牛、薬を含む水牛やバイソンは含まない。 牛を聖なる動物とみなすヒンドゥー教の影響もあって、インドが世界を圧倒する飼育頭数で知られ、長らく世界一の座を占めていた。しかし、2003年に、ブラジルがインドに変わって、世界第一位となった。これは、アマゾン熱帯雨林の破壊と、牧場開発が以前にも増して、急速に進み、アマゾン地方の牛飼育頭数が激増してきた、結果であった。 2008年には再び、インドが第1位になったものの、インドブラジル両国の党数はほぼきっ抗している。第3位は、約9380万党のアメリカ合衆国。第4位は、約8370万党の中華、人民共和国。第5位は、約4390万党のアルゼンチンで、これら3カ国の飼育党数はいずれも10年来ほぼ、横ばいである。 2010年発表のデータでも、第一位は約2億1000万頭のインド、第二位は約2億950万頭のブラジルで、両国の飼育頭数は喫抗している。2013年発表のデータでは、世界推定総計が約14億7488.8万頭そのうち、第一位は約2億1822.5万頭のブラジル、第二位は、 1> 約1億8598.7万頭と数を減らしたインド第3位は約9191.8万頭のアメリカ合衆国第4位は約8437.6万頭の中華人民共和国第5位はアルゼンチンを上回った約5948.7万頭のエチオピアであった日本は約382.4万頭であった 2019年発表のデータでは世界推定総計が約14億9168.7万頭、そのうち第1位は約2億1490.0万頭のブラジル第2位は約1億8510.4万頭のインド第3位は約9370.5万頭のアメリカ合衆国第4位は約8321.0万頭の中華 人民共和国第5位は約6092.7万頭のエチオピアであった。日本は約382.2万頭の第64位であった。肉は牛肉として、また父は牛乳として、それぞれ食用となる。食用は牛の最も重要な用途であり、肉、父ともに人類の重要な食料供給源の一つとなってきた。牛乳も牛肉も、 そのまま食用とされるだけでなく、乳製品や各種食品などに加工されることも多い。年老いて、父の出が悪くなった父牛の計算牛は、肉質は硬くなって低下し、体も痩せ細ってしまう。21世紀初期の日本の場合、こういった個体は、廃養牛の扱いを受け、安値で、ペットフード用など人間向けの食用以外に、回されるのが、一般的である。 しかし、再肥育して肉質を高めることで人間向けの食用牛としての市場価値を再生させることに成功している業者もいるに入る。炭石は、豪うという気薬で漢方薬の薬剤。下熱、鎮経強心などの効能がある。急心六心丸などの動機、息切れきつけを効能とする医薬品の主成分となっている。 日本薬局型に収録されている器具薬である。牛の胆石は銭湯に1頭の割合でしか発見されないため、大規模で食肉加工する設備を有する国が豪の主産国となっている。オーストラリア、アメリカ、ブラジル、インドなどの国がそうである。ただし、BSE の問題で北米産の豪は事実上使用禁止となっていることと、 中国需要の高まりで、豪王の国際価格は、上げ基調である。現在では、牛を殺さずに胆汁を取り出して、体外で血石を合成したり、外科的手法で、牛の胆の内に、血石の原因菌を注入して、確実に血石を生成させる、人工豪王、または、培養豪王が安価な具薬として普及しつつある。糞は肥料にされる。与えられた飼料により、 肥料成分は異なってくるが、総じて肥料成分は低い。肥料としての効果よりも、堆肥のような土壌改良の効果の方が期待できる。また、堆肥化して利用することも多い。園芸店などで普通に市販されている。乾燥地域では、牛糞がよく乾燥するため、燃料に使われる。森林資源に乏しいモンゴル高原では、牛糞は貴重な燃料になる。 また、エネルギー資源の多様化の流れから、牛粉から得られる、メタンガスによる、バイオマス発電への利用などが模索されており、スウェーデンなどでは実用化が進んでいる。また、インドなどの発展途上国では牛粉を円形にして、壁に貼り付け、一週間ほど乾燥させて、牛粉ケーキを作成し、燃料として用いている。アフリカなどでは住居内の室温の上昇を避けるために、 牛糞を住居の壁や屋根に塗ることがある。水彩画では単純をぼかし、にじみ用の海面活性剤として用いる。タウリンは牛の単純から発見されたため、ラテン語でお牛を意味するタウルスから命名された。牛は新石器時代に西アジアとインドで野生のオーロックスが別個に家畜化されて生まれた。学説としては、 西アジアで家畜化された物形地域に広がったという一言説が長く有力であった。ところが、1990年代になされたミトコンドリア DMA を使った系統分析で、原生の牛がインド系のゼブ牛と北方系のタウルス牛に大きく分かれ、その分岐時期が20万年前から100万年前と推定された。 これは、生前1万年前とされる牛の家畜化時期より、はるかに古い。そこで、オーロックスに、元からあったに系統が、人類によって、別々に家畜化された結果、今あるゼブ牛、タウルス牛となったという二元説が広く支持されている。牛は、亜種関係のゼブ牛、タウルス牛の間は元より、原種のオーロックスとも問題なく、子孫を残せるので、家畜化された後に、 各地で交雑が起こった。遺伝子分析によれば、ヨーロッパの牛にはその地のオーロックスの遺伝子が入り込んでいる。東南アジアとアフリカの牛は、ゼブリューとタウルス牛の子孫である。さらに、東南アジア島諸部の牛には、別種だが牛との交雑が可能なこともある番天の遺伝子が認められる。牛の家畜化は、ヤギや羊と比べて遅れた。 オーロックスはネーモーで巨大な生物であったので、小型の動物で飼育に習熟して、初めて家畜化に成功したと考えられている。しかし一旦家畜化されると、牛は、その有用性によって、牧畜の中心的存在となった。やがて成立したエジプト文明やメソポタミア文明、インダス文明において、牛は、農耕用や経営用の動力として重要であり、また、 各種の彩色にも使用された。紀元前6世紀初頭には、メソポタミアにおいて、プラウが発明され、その牽引力として、牛はさらに駅区としての重要度を増した。このプラウ仕様はこれ以降の各地の文明にも伝播した。牛はやがて世界の各地へと広がっていった。ヨーロッパでは、牛は沈徴され、最も重要な家畜とされていた。8世紀後半頃には、 車輪付きのプラウが開発され、また首きの形に改良が加わることで、経営力としての牛は、さらに重要となった。牛肉は、ヨーロッパ全域で食用とされ、中世の食用肉のおよそ3分の2は、牛肉で占められていた。ヨーロッパ北部では、食用油脂の中心はバターであり、また牛乳も、盛んに引用された。ヨーロッパ南部では、 食用油脂の中心はオリーブオイルであり、牛乳の飲用もさほど盛んでなかったが、牛肉は北部と比べ盛んに食用とされた。アフリカにおいては、節バエの外どによって電波が阻害されたものの、紀元前1500年頃には、ギニアのフータジャロン山地で節バエに耐性のある種が選抜され、西アフリカからビクトリア湖畔にかけては、紀元前500年頃までには、 牛の飼育が広がっていた。インドにおいては、バラモン教時代は、牛は、食用となっていたが、ヒンドゥー教への転換が進む中で、牛が、神聖死されるようになり、牛の肉を食用とすることを禁じるようになった。しかし、乳製品や、農耕用としての需要から、牛は飼育され続け、世界有数の飼育国であり続けることとなった。 新大陸にはオーロックスが存在せず、1494年にクリストファー・コロンブスによって持ち込まれたのが始まりである。新大陸の気候風土に牛は適合し、各地で飼育されるようになった。特にアルゼンチンのパンパにおいては、持ち込まれた牛の群れが野生化し、19世紀後半には1500万頭から2000万頭にも達した。 この牛の群れに依存する人々は、ガウチョと呼ばれ、アルゼンチンやウルグアイの歴史上重要な役割を果たしたが、19世紀後半に、パンパ全域が牧場化し、野生の牛の群れが消滅すると姿を消した。北アメリカ大陸においても牛は、急速に広がり、19世紀後半には、大陸横断鉄道の開通によって、牛を鉄道駅にまで移送し市場である。 アメリカ東部へと送り出す姿が見られるようになった。この移送を行う牧道は、カウボーイと呼ばれ、牛の大規模陸相が廃れた後も、その独自の文化は、アメリカ文化の象徴となっている。1880年代には冷凍船が開発され、遠距離間の牛肉の輸送が可能となった。これは、アルゼンチンやウルグアイにおいて、牧場の大規模化や効率化をもたらし、牛肉輸出は、 両国の基幹産業となった。また、鉄道の発達によって、牛乳を農家から大都市の市場へと迅速に大量に供給することが可能になった上、ルイパスツールによって低温殺菌法が開発され、さらに冷蔵技術も進歩したことで、チーズやバターなどの乳製品に加工することなくそのまま、牛乳を飲む習慣が一般化した。 こうした技術の発展によって、牛の利用はますます増加し、頭数も増加していった。日本列島では、東京都港区のイサラゴ海塚から、弥生時代の牛骨が出土したとされるが、後代の混入の可能性も指摘される。日本の牛は、中国大陸から持ち込まれたと考えられている。古墳時代前期にも確実な牛骨の出土はないが、 牛を継承した埴輪が存在しているため、この頃には飼育が始まっていたと考えられている。古墳後期には奈良県御世市の南郷遺跡から牛骨が出土しており、最古の資料とされる。当初から日本では、駅畜や喫茶の剣引としての使用が主であったが、牛肉も食されていたほか、牛角、牛皮や骨髄の利用も行われていたと考えられている。 675年に、天武天皇は、牛、馬、犬、猿、鳥の肉食を禁じた。禁止令発出後も牛の肉はしばしば食されていた。ものの、禁止令は、以後も鎌倉時代初期に至るまで繰り返して発出され、やがて肉食は濃厚に害をもたらす行為とみなされ、肉食そのものが穢れであるとの考え方が広がり、牛肉食は、廃れていった。 8世紀から10世紀頃にかけては、楽や蘇醍醐といった乳製品が製造されていたが、朝廷の水備とともに製造も途絶え、以後日本では、明治時代に至るまで乳製品の製造、使用は行われなかった。また、広島県の草戸宣言町遺跡出土の頭骨のない、牛の出土事例などから頭骨を用いた、再使用途も想定されており、 馬が特定の権力者と結びつき定徴に埋葬される事例が見られるのに対し、牛の埋葬事例は見られないことが指摘されている。古代の日本では総じて牛より馬の数が多かった。平安時代の演技式では、東国すべての国で祖が功能されており、牛の分布の地域差は大きくなかったようである。ところが中世に入ると、馬は東国、牛は 西国という地域差が生まれた。東国では、武士団の勃興に伴い馬が主体の家畜構成になったと考えられている。東西の地域差は明治時代の初めまで続いており、明治初期の統計では、伊勢湾と若狭湾を結ぶ線を境として、東が馬、西が牛という状況が見て取れる。牛肉食は公的には近畿となったものの、 実際には細々と食べ続けられていたと考えられている。戦国時代には、ポルトガルの宣教師たちによって牛肉食の習慣が一部に持ち込まれ、キリシタン大名の高山ウコンらが牛肉を振る舞ったとの記録もあるものの、近畿であるとの思想を覆すまでには至らず、キリスト教が排斥されるに伴い牛肉食は再び廃れた。江戸時代には、 小類哀れみの例によって、さらに肉食の禁忌は強まったが、大都市にあったも文字屋と呼ばれる、牛肉店では、牛も販売され、また、彦根藩は幕府への献上品として、牛肉を献上しているなど、全く途絶えてしまったというわけではなかった。しかし、日本において、牛の主要な用途はあくまでも、液牛としての利用であり続けた。 日本において牛が公然と食されるようになるのは明治時代である。文明開化によって欧米の文化が流入する中、欧米の重要な食文化である牛肉食もまた流れ込み、銀座において牛鍋屋が人気を博すなど、次第に牛肉食も市民権を得ていった。また、乳製品の利用、製造も復活した。 人間に身近で印象的な角を持つ大型家畜である牛は世界各地で信仰対象や動物に関連する様々な民族文化のテーマになってきた古代エジプト人はオシリス、ハトホル信仰を通してお牛を聖牛として崇め第一王朝時代にはハピの走りと呼ばれる行事が行われていた創造神 二ハの化身として、アピス牛信仰は古代エジプトに根を下ろし、ラムセス2世の時代には、アピス牛のための地下墳墓セラペウムが建設された。聖牛の特徴とされる全身が黒く、額に白い菱形の模様を持つ牛が生まれると生涯、神殿で手厚い世話を受け、死んだ時には国中が喪に服した。一方、普通の牛は、 食肉や労働力として利用されていたことが壁画などから分かっている。主にインドで信仰されているヒンドゥー教では牛を神聖視している。このためインドは牛の飼育頭数は多いものの牛肉食を忌避する国民が多い。インドでは従来も州により牛肉の扱いを規制していた。2017年5月26日にはインド連邦政府が 食肉処理を目的とした家畜市場における牛の売買を禁止する法令を出した。これに対してイスラム教徒や世俗主義者から食事の選択権に対する侵害として反対運動や訴訟が起き、インド最高裁判所は7月11日に法令差し止めを決めた。インドでは牛肉を売ったり食べたりしたと思われた人が殺害される事件も起きている。 日本でも牛は十二子の鳥獣に入っているほか、五頭天皇のような神や牛木など妖怪のモチーフになっている。また、身近にいる巨大な哺乳類であることから、その種の中で大きい体格を持つ生き物の和名に用いられることがある。牛が紋章に描かれることは一般的である。牛は半数動物であり、半数を繰り返すことにより、 死料を微生物が分解し、メタンガスが発生する。これは、地球温暖化の深刻な一因と言われており、アメリカでは、メタンの総発生量の26%が、牛のゲップによるものである。3. ニトローキシプロパノールと呼ばれる成分を餌に混ぜるなど、して、ゲップを少なくする研究が進んでいる。ありがとうございます。